ございます。早朝のサーフィンやってまいりました。昨日この辺りもう嵐のようななんか天候で、すっごい大荒れだったんですけど、もうそれが去ってすっごいめっちゃ清々しい朝になりました。今6時過ぎなんですけど、ちょっとひんやりした風が気持ちいいぐらいの気温です。まだちょっとでもブーツは履くんですけど、もうほんまにだと思うんですけどね。水温今で18度弱です。一応20度ぐらいまでなる上がってくるまで履いとこうかなと思って。ほんで今日は波は、もちろんもう昨日はクローズでちょっと残るんかなと思ったんですけど、まあ、波チェックしてたらあんまりなさそうなんですけど、もしかしたらでも待ってたら入るかなって思うんで、波情報には腰サイズって書いてましたね。だから10度折ったらちょっとが長いだけでやれるかなって思ってます。でワックスをきっちり塗りたいんですが、こんなんしかない。もう使っちゃいます。いや、じゃあとりあえずこれで行ってきます。では、本日は、リーフでございます。行ってまいります。それでは今日もよろしくお願いいたします。行ってきます。Thank you.
れ様でございます。久々のリーフ行ってまいりました。あ、もう全然ダメです。ほんまにむちゃくちゃでした。あのここ数日ずっとお天気荒れてて、海も荒れてて、でリーフもかなりサイズ上がってましたんで、私よう入らなくて、あの見学っていうかカメラ撮ったりとかだけだったんで、その反動で今日すごいなんか余計にテンション上がってのぞのぞって思って入ったんですけど、あの入った時はまだ昨日の波がちょっと残ってて、だいぶ下がってはいてましたけど、うねりは来てまして、であの波がセット入りだした、セットが長かったんですよ。でセットがこう来だしたなと思ったら、もうアホやから最初の波に全部こう行こうとして、まあ、今日の波ってなんか3本目4本目4本目ぐらいのがこうどんどん上がってくるセットやって全部ことごとく逃してましたね。で1本目乗ったらもうそれは白波でもう全然終われないですし、もう最悪です。ほんで1時間入ったんですけど、あの20分30分とか経ってるうちにも海がどん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 変わってきて、めちゃめちゃなぎになってきて、まず最初にとんでもないオフショアになって、ほんでそれが止んだらもうめったなぎになってきて、もう次はもう本当にセットも何も全然来なくなってダメでした。チーン。また今日はお昼にかけたいと思います。今この感じだったらお昼もなくなっていくんでしょうかね。まあ、波の向きとかちょっとチェックしてどこがいいのかまた考えてみます。お昼は落ち着いて落ち着いてどのセットがいいのかちょっと見極めながら乗りたいと思います。ということで今朝は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。